だから自分自身の気持ちの中でどれを選びたいのかって決めて生きていくことですね。うん。真実に目覚め、魂を輝かせるための動画を配信しているカズです。あなたはパラレルワールドは存在すると思いますか？パラレルワールドとは同時並行世界、ある時空から分岐し、同時に並行して存在する別の世界のことです。並行世界、並行宇宙、並行時空とも呼ばれていますが、これは異次元や四次元のものとは違い、この私たちが住んでいる現次元界と同じような世界で並行して存在していると言われているんですね。今までに SF 映画やファンタジー小説などで表現されてきた世界観ですが、一部の理論物理学者もこのパラレルワールドについて仮説を立てていることもあり、特にスピリチュアル業界ではよく耳にする言葉なんですよね。初めてパラレルワールドを聞いた方にはちょっと分かりづらい説明だったかもしれませんので、例え話で簡単に説明しますね。例えばあなたがソフトクリームを食べたいと思ったとしましょう。そしてバニラ味のアイスか、それともチョコレート味のアイスか選択します。その時あなたはたまたまチョコレート味のソフトクリームを選択したとして、チョコレート味のアイスクリームを食べます。しかしバニラ味のソフトクリームを選択しているあなたも、その選択をした段階で分岐して別の世界に存在し続け、今も平行世界として存在しているという考え方なんですよね。ちょっと信じられないような分かりづらい話ではありますが、スピリチュアル業界の中にはこのパラレルワールドを自ら選択し、そしてその別の世界に移行することができると発信している方もいらっしゃいます。あなたにとって望ましい世界、パラレルワールドへ移行することができると言ってるんです。そこで今回はこのパラレルワールドについて、いつも真実を分かりやすく伝えてくださるシャーマン神人さんに教えていただきたいと思います。本題に入るその前に、神人さんについてまだよく知らないという方のために1分間だけ紹介したいと思います。まずシャーマン、霊媒師としての活動名である神人という名前についてですが、この神人とは、神に感謝して生きる人が一人でも増えますようにという強い願いが込められた活動名です。ここで言う神とは自然神羅万象のことを指しており、中でも特にこの私たちを生かしてくれている地球を神として、ご神体として捉えています。また神人さんはこの地球を生命体であると説き、私たち人間はこの地球という生命体に住まう微生物のような存在、または細胞の一つというふうにおっしゃられていました。ですからこの神人という名前は、私は神の使いである、そのように言ってるわけではありません。また神人さんはあらゆる宗教や企業組織には属しておらず、自身の貴重な体験をもとに24年前から全国各地で真実を伝え広めるための講演活動やライブ活動を行っています。また神人さんは著作家としても有名で、特にこの王室神事全巻交換は2018年に出版されて以来、今に至るまで Amazon のカテゴリー別売れ筋ランキングベストセラー1位2位を独走中です。2023年9月28日に徳間書店さんより出版された自分でできる浄化の本は、現在異例の売れ行きでネットや書店でも売り切れ続出。出版前から増刷に次ぐ増刷を重ね、発売からわずか数日で累計出版部数4万8000部となっております。出版業界では2万部売れれば大ヒット本と言われていますが、もうすでにその域をはるかに超えているんですね。もちろん私も読みました。その感想は Amazon のレビューに誠人という名前でコメントさせていただきましたので、興味のある方は後ほど動画コメント欄トップリンク先からご確認ください。さて本題に戻ります。パラレルワールドについて、今回は視聴者の方からいただいたコメント質問をそのまま神人さんに読まさせていただきました。はじめまして。30歳前半、長年ずっと引きこもり男性です。自分を変えたく、いつも神人さんの YouTube を見ていてとても勉強になっています。質問なのですが、パラレルワールドは存在するのでしょうか。私は父親と大変不仲で、父親は不機嫌な時が多いです。ただ
私が父親と仲良くなりたいと本気で望めば、父親と仲が良好な世界線もあるのでしょうか。父親と仲が良好な世界線、父親と不仲な世界線、いろいろな世界線があり、私は今父親と不仲な世界線、パラレルワールドを自分で選んでいるということでしょうか。 A の自分、 B の自分、 C の自分、 D、E、F の自分というように、違うバージョンの自分がそれぞれ存在していて、違うバージョンの父親も存在するということなのか、それとも単純にこの世界は一つであり、性格がまるで違う父親がいるパラレルワールドの世界線等はないのでしょうか。このようなパラレルワールドという考え方について神人さんはどう思われるでしょうか。はい、まあ講演会の質疑応答にもよくある内容ですね。運命っていうのはね、ありますけども、運命っていうのは、例えば、これを選んだらこういう因果、これを選んだらこういう因果、これを例えば、この手で表現すると、まあ、5つの、ね、選択肢があるとしましょう。どれを選んだとしても、因果が生じて、結果異なるわけですね。違う未来が現れるわけです。で、私はこれ指導理に教えてもらったんですけど、ね、時というものの考え方。現在というのはこの手のひらとして考える。で、未来はこの指として考える。そして、過去はこの腕として捉える。その時に、どれを選んでもいいんですけど、どれかを選んだとすると、こういう形で出てきて、こうって消えていく。また、こう選ぶと、こう現れて、こう消えていく。いわば未来というのは決まっているわけじゃなくて、あらゆる可能性というものがパーセンテージで現れてくるものであって、どれを選んでもいいんですけど、どれかを選んだならば、選ばれなかったものは吸収されていく。選ばれたものの中に吸収されていく。いわゆる可能性として存在したものという、くくりで過去の中に吸収されていくんですね。消えるわけではないけど。これが私の指導例に教えてもらった考え方です。だからね、可能性というものをどのように捉えるかっていうことなんですけど、ファミリーレストランに行った時に、あなたはどれを食べるかって考えたら、あらゆる可能性がありますよ。ね。それは、己の中の、いわば、欲求、好奇心、感情、あらゆるものがそこにあるわけですよね。でも、可能性としては、あるわけです。極端に言えば、食べないっていう未来もあるわけでしょ。入ったけど食べない。ね。見てるだけとか。付き合って。ね。ドリンクバーだけとか。水だけで。とか。もうね、そう考えるとキリがないです。例えば食べ方だって、何々と何々っていうこの組み合わせを考えたら、ものすごい可能性になりますよね。すべて可能性として存在する世界が、あるのかって考えてみたら分かると思います。あるのって逆に聞きたいです。それが人の数だけ、亡くなった霊人たちの数だけ、あるのか本当にって私は逆に聞きたいですね。私はそういう考え方ではないんです、そもそもね。自分とは今異なるものが複数ね、たくさん同時進行でどこかの世界で
いて違う生き方をしてるのだって考え方しないのですよ。それができるとしたならば、己の想念の中の想像力です。うん。それは自由に、どのような可能性も、うん、体験できます。これを選んだらこうなるだろうな、とかね。うん。事実上それを選んだならば、うん、自分が実際に選んだものとは違う未来になっていただろう、ってなりますよね。うん。だから、うん。そういう考え方です。だから自分自身の気持ちの中でどれを選びたいのかって決めて生きていくことですね。うん。この世界の私はこうなのだ。もうこういう未来なのだ。って思い込みの中にいないで、まず自分がどうなりたいかを決めちゃうんですよ。また相手にどうなってもらいたいかも決めるんですよ。ならばそれに対して何を選択し、どう行動するか、どう言葉にするか、ね。っていうことを問われてるわけです。だから未来の作り方ですよね。まあ講演会で言ってることなんですけどね。未来というものをどのように自分で作っていくか。その中での思考、感情の選び方がまず問われてるわけですね。それに伴った言動、行動、ね。これらがきちんと見合っているかな？うん。ね。あと、継続。ね。それが達成するまで継続したかな？全部問われるわけですよね。うん。ある意味、まあ、ある意味科学的ですよ。事実そうでしょ。望む、動く。だからそうなる。望まない、動かない。だからそうなる。当たり前のことじゃないですか。うん。それをね、うん。この世界にいる私はこうなのだからしょうがないのだって思い込むことは、ただの逃避論じゃないですか。うん。望むこと。ね。うん。無理かもしれないというものであっても、まず望んでみること。で、可能な限り、それに向けてできることをしていこうって。それも望むこと。そうしていきたい。自分が変われるものは変えていきたい。ね。変わってもらいたいと思う部分は言葉にして伝えていきたいとかね。うん。自分一人じゃ無理だならば誰かに助けてもらいたい。ね。うん。自分に知識が足りないならば誰かからアドバイスをいただきたい。全部ね、まず求めるんですよね。正しく求める。うん。で、正しく表現する。で、正しく動く。だからその未来は与えられていく。うん。ね。と私は思いますけどね。私もそうやって、まあ、指導例に教わって自分を軌道修正して、うん。ね、四半世紀経って今ここにありますから。うん。私にとってはその考え方が事実でした。うん。ね、四半世紀前に、あなたの未来はこうだよって見させられたときは、それを信じなかったです。そんなバカなってね。うん、だけど、実際、時は経って、今見れば、言われた通りの未来が来ました。うん、だからそこでの教えは何だったかって言ったら、あなたは何を望むのだ。望みたいものになれるんだぞ。そんなこと言って無駄だよ。嘘だ。なぜ、そう、己でね、そのように決めつけて、その先の未来を望まないのだ。望まなければそうならないのだよ。まあ、ある意味、当たり前っちゃ当たり前のことなんですけどね。病んでる時とかね、自分がこうなってる時ってね、人の意見をね、受け入れないんですよ。私もその時そうでした。うん、いわば、心がもう閉じられて、うん、自分の思い込みの中に生きて、うん、ね、ある意味悲しみとか寂しさ、怒り、そういったものってね、この閉鎖的なその想念ってね、居心地がいい時期ってあるんですよ。
そうやって自分を擁護して、まあ、ぐうたら生活をしている自分をね、肯定化していることが心地いい時ってあるんですよ。私もそういう時期を過ごしましたから。うん。それも無駄じゃなかった。それも必要経緯だった。その中でも何かを常に葛藤して、うん。でも最終的に変わりたい。強く変わりたいっていう欲求が生まれてきたんですね。うん。だからその悶々としている時っていうのは、それ待ちなのかもしれないですね。心の底から、ああ、変わりたい。うん。うん、それ待ちの時期は、ね、人によって、まあ、長い短いありますよね。でもそれは無駄だとは思わない。今こうしてこういう話ができるのもそういった時期を過ごしてたことがあるから、その人の気持ちもわかる。うん。必要経緯だった。ならばそういった自分もね、うん。いつか誰かを助ける、笑顔に変える、要因になってると考えたらどうですか？同じように引きこもってる、悩んで、うん、社会と自分を切り離している人っていっぱいいると思いますよ。うん、それを経験したものであるがゆえに、うん、言える言葉、できること、うん、学べること、ありますね。うん、何人もね、必要因子なんですよ。日本という肉体があったら、そこに生きるものは、みんなその一つの細胞なんですよ。その細胞に優劣はないんですよ。みんなその肉体に必要な働きをする細胞として、そこに存在してるんですよね。うん。ならば、己のその細胞、の意義は何だっていうことを早く見出せる人となかなか見出せない人いますね。なかなか見出せない場合は何が問題なのかって考えたら、いわば全体において何かが狂ってる場合です。細胞が正しく機能できなくなっている。うん。いわゆる有害事象が日本という肉体に与えられていたならば、正しく健全に働きたい細胞も働けなくなって病んでいく。ね。これらも全部、浄化の方に書いてます。うん。だから個人の責任とは私は思わない。うん、社会全体の病なんですよ。なんでこんなに引きこもりが多いの？日本人。なんでこんなに、ね、自分で命を絶つ人が多いの？いや、この国が病んでるからですよ。うん。ならば、この国はなぜ病んだのかな？って考えたならば、簡単です。有害なるものがこの国に、ずっと与えられ続けてきたがゆえの因果を現代の日本人である我々が経験してるんですよ。ならばそれは何だって、うん。ね。そこの免疫細胞たちは、免疫力にあたる、ね。者たちは、健全なる者たちは、うん。見極め、行動するのですよ。病んでいる細胞たちを助けていく。健全化していく。ね。本来の健康を取り戻すために、免疫アップをする今時期に来てるんですよ。うん。だから、ね。うん。
何でしたっけ質問あ、パラレルワールドね。パラレルワールドなんだけど、まあそれはそれで置いといて、だから別の問題ですよ。ね、どうやったら自分は幸せになれますかってことでしょ、ね、パラレルワールドとは関係ないんですよ。ね、うん、誰もが幸せになりたいんです。誰もが。ね、うん、じゃあそのためにどうすればいいかってことを、まあ別の視点でね、お話をさせていただいてます。うん、あなたは幸せになれる。幸せになりたいと心から望めば幸せになれる。じゃあ具体的に幸せな自分とはどんな自分かを想像すればいい。誰が目の前にいるの？何を自分はしてるの？どんな景色なのかな？うん、そして私はこれからそこに向かって行く、行けると自分に教育することですね。自己教育の世界です。これは。正しいことをね、社会が教育してこなかったがゆえの因果。まあそこにはね、両親も祖父母もある意味被害者なんですよ。うん、だから誰が悪いっていうことを言っていったらキリがない。みんなね、被害者だと思えば、ね。ならば、そのことに気づいた人たちが、免疫細胞たちが、頑張る。うん。ね。だから自分は、どうすればいいか。ね。まず考えるところから。信じることから。ここから、己は、這い上がって、めちゃめちゃ幸せなものになってやる。なれるって思うことですよ。私はそうなった人間です。私今めちゃめちゃ幸せですよ。その真逆を、うん、長いこと経験してきましたけどね。そこで終わらなかった。うん、終わらないって言ってくれた指導霊たちがいたから。その言葉を信じてみたいって、思ったところからスタートしましたね。本当にもしもそうだとしたら面白いな。SF チックで面白いな。どうせ、ね、うん、いつでも終わらせれると考えれば終わらせれるんだから。そうじゃなくて、本当かどうか試してみて、面白いその SF チックの自分の人生を経験してからでも遅くないよね。って思って四半世紀過ぎました。うん、そこで得た答えは、生きていかなきゃもったいないよね。やりたいことやっていかなきゃもったいないよねって思える自分になれたことが幸せです。うん、引きこもってた時期があるから、私に今。生きるか否か、本気で考えてた時期があるから、今の自分もある。人生は無駄がありません。すべては伏線として現れていて、いずれ必ずつながっていくドラマです。なぜ？必要だから。あなたの人生もきっと面白いシナリオですよ。主役はあなたです。みなみな、うれし、うれし、楽し、楽し、変わる、変わる、ありがたい、ありがたい。過去の私は真実を求める中で、パラレルワールドやハイヤーセルフ、ワンネスといったよくわからない話に振り回されていたことがあります。誠の話とは、シンプルであり、わかりやすく、子供でも理解できるものである。今、私はそう思っています。たくさんの情報に振り回されて、
何を信じていいかわからなくなってしまった人、新しく生まれ変わろうとしているこの地球でどのようにして生きていけばよいか迷っている人、心身ともに健康に生きていきたい人、今回の質問をしてくださった30代の男性のあなたも、ぜひこの自分でできる浄化の本を読んでみてください。私たちの肉体と霊体とそして人間関係を健全化する上でこんなにも分かりやすい本は他にありません。すでに Amazon の書籍売れ筋ランキング1位に輝き、たくさんの高評価レビューを集めるこの本は、神人さんの25年にもわたる異次元存在との対話や高次元存在である指導霊団との対話から自身の体験を通して綴られたものです。誰かの受け入れ話やいくつかの本から拾ってきたようなあやふやなことは一切書かれていません。まこと混じり気のないシャーマン神人さん 100% の純度です。一人でも多くの日本人が真実に目覚め、まことの喜びや幸せを感じてほしい、そういった神人さんの願いが込められています。動画説明欄トップ、動画コメント欄トップ、後ほどご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。